新社が来たっていうタイトルで配信やって通知がそいつに行ったら速攻逃げられるんじゃないかって、うん、そいつもだって絶対俺の配信見てるやつなやつは間違いないからね、うん、俺の配信見てきて多分嫌がらせしに来てをしようと来てるんだと思うから、うん、だ,だからそこなんだよね確か俺も配信しようか迷ったメイさんナイスおはようございます まあそうした方が多分お前らがすぐにねあの警察に電話してくれる気がする、まあ、そのなんかバタンって聞こえた時点で俺警察にちょっと電話しようかなと思ったんだけどでももしさ違ったらなんかさ勘違いっていうかただ本当に車通っただけでたまたまなんかこ,れここら辺になんかさ用があった人とかなんかここら辺の家の中にさ入る人だったらさなんかちょっとわざわざ電話かけるのも申し訳ないかなと思って確信が持てなかったからうん。 この家の家中にいた段階ででも,でも明らかおかしいんですよねこんな深夜もう2時半とかにここら辺に家がここら辺のところに何も用があるはずがないですよ車がなんか止まった音がして車が来た音がして、ね、でも分かんないもうほんと隣ん家とかがたまたまこの時間になんかあの隣のな家の知り合いとかがたまたまなんかこうさ本当にねなんだ 遊びに誰かが知り合いが来たのかもしれないしでそもし仮にそういうことがあった時にわざわざ警察呼ぶのはなんか申し訳ないかなと思ってうん <laughs> そう <laughs> うんまあちょっとねまあ説明のためにまあ外に別に出てもいいんですけど今外出て配信するか あ野田さん風船 <laughs> どうもはい、えー、不審者情報じゃなくて盗撮で通報されそうだけどな君の場合いや盗撮っていうのはねあの人の恥じらいを感じる場所を映さなければ大丈夫なんですよ、はい、これ何回も言ってますけど盗撮の定義っていうのは人が恥じらいを感じる場所を映すことなんですよだからその、まあ、人の恥じらいを感じる場所っていうのはだからまあ具体的にその文面を まあ普通の、ね、一般的な常識であの考えたら、ま、だ例えば女性の、ね、胸元とか、ねまあ、スカートの中とかね、まあ、あとはスカートの中じゃなくてもこうそこをなんかこう拡大して写すとかねこう、まあまあ、そういうところって人が恥じじじらいいを感じる場所じゃないですかあとはトイレとか、うん、そういうところとかをもう恥じらいを感じる場所さえ写さなければこれ盗撮罪に該当しないですよね。 いくら隠れて撮っても別に人の顔を隠れて撮ってもこれって実は盗撮罪にならないんですよ、うん、<laughs> たまにあのトイレトイレの中で配信してるやついるじゃないですかあの本当みんなが利用する公共のトイレとかあと何だろう店のなんかさなんかの店のなんかトイレとか平気で写してるやついるけどトイレ行きますってあれって本当にあれもしそのあいなんだろう人が写ってしまって うん、本当に普通にそこのトイレを利用した人が映ってしまってその人に盗撮罪って言われたらもう多分あれですよそれ本当にもう捕まりますよそれうんあくまで映された人がもう本当恥じらいを感じたって言ったらもうそれまでなんででもちろんあの普通にただ顔を映されただけとか普通の後ろ姿だったりとか別に普通の、ね、道でね普通の前のなんかこう姿映されてもそれは盗撮罪ないんだけどあからさまトイレの中っていうのはやっぱプライベートなねでしかもそういうね そういういい場所じゃないですかこう、うんまあね、排出するようなとこ排出っていうかそういう排便をするとこなんでそういうところをさこうなんかまあで実際なんか、まあ、その人の恥れを感じる場所を移すってことが盗撮罪の定義なんだけどそれがは果たしてどこまでこう適用されるかっていうのも本当ケースバイケースだと思うんで本当にトイレに行って。 トイレの中の,あの人をこうつしただけでももしかしたらなるかもしれない、うん、それは分かんないけどどこまでが適用されるかね、うん、でもやっぱ普通にもしねちょっと無理くりかもしんないけど若干トイレの中でだから用足すっていうねそのそこの部分を移さなくても結局なんかその用足,足しに来たみたいな感じで言われたらもしかしたらそれも適用される可能性もなくはないからね、うん まあちょっとそれじゃ弱いかもしれないけどでも盗撮罪の定義ってのはそうだから、うん、<laughs> はいそこはもうどこまで適用されるかは分かんないもうそれは本当にねあれですよ、うん、もう本当に裁判とかなった時はもう裁判官の,その判断なんでどこまでが恥られを感じる場所として適用されるかは分かんないですね じゃ定義としては人の恥じらいを感じる場所を移したことっていうとこ、あとはそのあの文面にこう沿って、うん、裁判官がその状況によって判断するという。うん、はい。うん。そうですね。 条例もあるからな、刑法だけじゃない。そうだね、条例ってのはその地域によって違うからね、決まり事がね。そう。それは知ってますよ。あ、おはようございます。うん、それは別に言われなくても知っております。はいうん <笑><笑>まあちょっとまだねちょっとまだ小ぶりなんであれなんですけど、うん、小ぶりなんであれなんですけどね <laughs>、うん、あプリンコさんおはようナイスです そんんなもんですよね。まあ、ネットの配信者って本当に嫌がらせされるからね住所とか分かってるとねうんもう本当に言わないだけでねなんかもう本当に嫌がらせとかめっちゃさ,されてるんですよなんかそんな代引きだの何だのってでもいちいち全部言うとさあ俺が送った代引きこいつ紹介しやがったちゃんと届いてるんだとかっ,って面白がってやるじゃないですかだからそういうのがエスカレートするから普段代引きとか本当に言わないだけで代引きとか資料請求とかねうん 本当にもうね何千件ってやられてるよその資料請求と代引き全部合わすと何千件ってや,れてやられてますねもうほんと今までのあのー、トータルでだって俺なんてもう多分配信歴78年ぐらいあるやってるんですけどもう俺なんて一番最初の頃に本当最初の多分数ヶ月ぐらいでだと思うんだけどもう普通に数ヶ月も経ってなかったかもな下手したら自分で住所とか電話番号とか全部晒しちゃったんですよ自分でね自分から。 全部の個人情報、名前から何から、うん。そのもう7、8年の今までのトータルで考えたら、多分何千件ですよ、本当に、代引きだの、なんだの、資料請求だの、なんだのって全部合わせと無料資料請求とか合わせとこれは本当、でも、一回一回紹介しないの、俺は、うん。そのなんか送ったやつが喜んで、うわ、なんか反応したからまたやってやろうみたいになるから、絶対面白かった。だから、あの本当、紹介しないんですけど、一回一個一個ね。 出前がが外なのが好き確かにねここはねテイクアウトはねどこも対応してないんですよ、うん、1年半か2年ぐらいまであの近くにラーメン屋があったんですよ、うん、京屋ラーメンっていうラーメン屋があった、まあ、車屋ラーメンっていうもともとねそこが唯一俺んちからで出前が届くとこだったんだけどそこももう潰れたんで、うん、そこのラーメン屋ももう潰れたからもう俺んちにあの出前って絶対とピ,ピザ屋もそうだし あのもう俺んジに出前が届くあ届けられるなんかゾーンではないから唯一の出前できるところがとっくに潰れてるんで勝井さん経験はあるですだからまあそこは唯一の救いなんですけどあてテイクアウトじゃないあの出前だテイクアウトは違うかテイクアウトは自分で行ってそれをお持ち帰りすることか、はい、テイクアウトじゃない出前ですねはい <laughs> いや、うん、はい、あ、本当にね。